さあ今回から始まりましたお父さんプンクッキングのお時間です。この番組ではですね、週末のお父さんがご飯を家族のために作る、何を作ればいいかというようなレシピをですねご紹介していって、ですね、まあ、レシピというか作り方ですね、作った気になってください。まあ、簡単に作れるんですね。慣れてしまえば簡単に作れる。でですね、お父さんはなんか記念日に料理をするとかうぬとかいうよりもですね、日常の中で料理ができるようになっていくというのをこのコーナーの中で紹介して、簡単なんだ、これでもできるかなと思ってもらえるような部分の動画の紹介とですね、あとですね、結構これ私の家はご家族なんですけれども、大皿の料理とか5人分5人前作るのって結構簡単じゃないんですけれども、これも慣れてしまえば、1人前作るのと同じですね、分量さえ、合わせてしまえば、簡単にできるので、そういった部分をですね楽しみながら、料理を作る工程を見ながらですね、楽しんでいただければななんて思います。早速ですね、これご飯、炊けたご飯をですね、これだから結局作ろうとしてるのは石焼きビビンバ風の石焼きあんかけですね。石焼きのあんかけ、フライパンを使って炊けたご飯に卵を回しかけてしまえば、もはや混ぜてしまえば卵チャーハンのベースができるわけですよね。この上に、作っておいたあんをかけます。このあんはですね、本当に、具材はですね、野菜は冷蔵庫にあるものを適当に切って、椎茸があるといい出汁が出るのでポイントですかね。あとキャベツか白菜、これさえあれば大体美味しいあんかけ、ですね、五目あんができますね。今回はですね、その他にエビとか、うずらの卵とか、子供が好きそうなものを入れました。醤油、みりん、酒ですね、あと砂糖ですね、あとオイスターソース、これがあれば、もう本当にこの分量は感覚で、お、今技が出ました、ひっくり返しましたけれども、上下ですね、いい焦げ目をつけていきます。その上でこのあんかけをかけていくんですね。すごくいい音がしますよ。ガーッと音がしますので、これまたね、音を楽しむという部分で、作っていただけるといいのかな。これも大きいです。3合、ご飯3合入ってますから、結構すごいボリュームなんですけど、こんな見た目ですね。すごく美味しそうにできました。ご家庭でもやってみてください。すっげえ、あ、そう。